皆さんご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、さまざまな試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フースの提供でお送りします。今回のゲストはフリーアナウンサーの笠井信介さんです。笠井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。笠井さんとは実は2度目ましてということなんですけど、はい、今回久々に、本当に久々に13年ぶりだねということに行き着いたんですけど、お会いすることができて、いやー、川島さん、私ね、忘れてましたわ。いやいや、だって愛さんがめちゃめちゃ前の主人公のモデルになったアニメ、はい、そうですね、8月のシンフォニー、あ、はい、ありがとうございます。あの映画で男おばさんという番組で、そうですね、ゲストとしてお呼びしたんですよね、私と軽部さんの番組で、はい、あの番組まだ続いてまして23年続いてるんですよ。そうなんですか。長寿番組で続いてるんですが、はい、そこにゲストに来ていただいた川島さんに今度私がゲストとして呼んでいただけるという、はい、こんな嬉しいことはございません。本当に光栄です。もうありがとうございます。はい、では早速笠井信介さんのプロフィールをご紹介いたします。昭和38年東京都世田谷区のご出身です。早稲田大学卒業後の1987年にフジテレビに入社されます。その後数多くの番組で司会を担当されます。中でも1999年から2019年までの20年間、情報プレゼンター特ダネ総合司会の小倉智明さんのメインアシスタントを務められました。フジテレビ系列の朝の顔として多くのリスナーの皆様もご存知だと思います。2019年9月にフジテレビを退職し、フリーアナウンサーとして出発。その直後の同年12月に悪性リンパ腫に罹患していることを公表され、特ダネの生放送に出演し、病名や公表に至った心情を語られます。ご自身のブログを通じて闘病について発信をされます。壮絶な闘病生活の後、2020年6月には完全寛解された報告をされます。その後お仕事を本格的に再開されています。笠井さんのそもそものこのアナウンサーへのこう第一歩を踏まれた経緯についてもまずお聞きできたらなと思うんですけど、小さい頃からこの世界というかアナウンサーに対して憧れがあったんですかね。もう小学校の時から、はい、お楽しみ会でも文化祭でも何でも、はい、とにかく司会をしてました。ええ、司会を小学校もう3年生ぐらいの時からは司会をしてまして、ですから何かイベントがあると笠井君司会するねって言うから、はい僕やりますって言うんで、もう喋ることが大好きだったものですから、はい、もう中学高校でも文化祭となると活躍してましたし、はい、放送委員会にずっと入ってましたんで、卒業アルバムの寄せ書きには、はい、僕のことを忘れそうになったらテレビを見てくれ出てるからみたいなことを書いて、当時は馬鹿にされましたけども同窓会やるとあの通りになったねって言われますよね。それで、本格的にアナウンサー目指されてフジテレビに就職されるってことなんですかね。はい、そう、TBS でアルバイトをしたりとか、はい、いろいろ TBS 系の仕事が多かったので、もう TBS のアナウンサーになれるかなと思ってたんですけども、就職の募集がなかったんですよ TBS。 あ、そうなんですね。TBS だけ男性アナウンサー募集がなかったので非常にちょっとショックを受けて、日テレもテレ朝も落ちて、はい、でフジテレビが拾ってくれたっていう、そういう感じでした。いやでもそこからやっぱり私も一視聴者としてずっと笠井さんの姿を見ることになった、特ダネという番組があるんですけど、はい、うん、ものすごく長寿番組で、笠井さんもそこで番組を小倉さんと共に作られて歩まれるってことは、今どんな風に振り返っていらっしゃるんですかね。いや本当に大変でした。毎朝3時には車が迎えに来て、それで、で寝るのはだいたい僕も小倉さんも11時か12時でしたんで、夜のですか。
やっぱり夜のニュースを見て明日どう語るかっていうところが勝負だったもんですから、はい、夜のニュースを見るわけなんですね。昔はニュースステーション、今だったら報道ステーション、あれを見て寝るので、いやちょっと考えられないですね。いや愛さん、だからね、はい、2人ともがんになったの、。そんな生活ってやっぱり尋常じゃないんですよ。20年間も平均睡眠時間3時間とかってやっぱありえないよね。20年間そうですよね。そう、それはやっぱ体悪くすると思いますよ。だってピンクレディだってキャンディーズだって、はい、睡眠時間3時間ってのは5年ぐらいですよ。きつかったけど嫌じゃなかったのは皆さんが応援してくれたからですよね。まあ、でもそんな生活しちゃいけない。がんになった時に思ったことは、はい、あなたの生き方は間違ってますよっていう宣告なんだなと。ここまですごくいい感じできたけども、はい、やっぱり体を酷使するって良くないんだなってことを気づかされました。遅かったけどね。ただでも頑張りがあったからここまでがあるとも実は思ってるんですよ、はい、昭和男としてはね、はい、いや笠井さんの今のお言葉を聞いた、そんな風に今思われてるのかっていうことをすごくもう心にめちゃめちゃずしんと感じたんですけど、実際にがんっていうことを宣告、悪性リンパ腫っていうことまで最終的にたどり着いたということもお伺いしたんですけど、病気になった時は突然その体が痛み始めたっていう感じだったんですか？排尿障害といって、はい、まずはトイレが2時間持たない、それからトイレに立つと痛みが生じるっていう、まあ、そこが発端だったもんですから、はい、もうこれはもうすぐにがんって分かりました。小倉さんが1年前に膀胱がんで全摘出手術を受けてましたんで、はい、あ、同じ生活していた僕も膀胱がんになったんだなと思って、はい、小倉さんにすぐ相談して検査行ってこいって言われて、で検査行ったら2つの病院であなたはがんではありませんって言われて、はい、前立腺肥大ですっていう、でその前立腺肥大の治療を2ヶ月ぐらいしたんだけども、はい、よくならないん で、はい、で2ヶ月経ってようやくそのがんの専門のところに行って、まあ、それまでもがんの検査をしてたんだけども、もうちょっと詳しくって言ったら、あ、これがんかもしれないって話になって、はい、そこからまた1ヶ月半ぐらい検査に時間がかかって、悪性リンパ腫ってとても判別しにくいがんなんですよ。そうなんですか。普通やっぱり肺がんだったら肺見ればそこで生検して、胃がんだったら胃に影が映るんで、はい、でも悪性リンパ腫って血液の成分ががん化していくので、はい、捕まえにくいんですよね。で生検といってがん細胞を取り出すのも難しいので、はい、判別がしにくい。だからそれで私も4ヶ月かかったんですが、あ、そうなんですか。その間にがんも進んじゃうんだけどね。いや本当ですよね、ええ、でもそうやって進んでいった時に最終的な病名を告げられて、その病気とどうやって戦っていこうってい こう決心とか思いみたいなものは覚えてらっしゃいますか？いや、いい情報が全くなかったので、ステージ4で、そして、遺伝子異常も見つかって、はい、脳にも転移しやすいタイプだったので、うん、通常の治療法では治らないと言われたので、はい、まあ、死ぬんだろうなと覚悟したと同時に思ったことは何かというと、はい、これね不思議なもんで、生きようという気持ちと、はい、諦めようという気持ちが行ったり来たりするんですよ。で、ある時は行きたいと、まあ、三男がまだ高校生だったものですから、はい、死ぬわけにいかないって思いと、もう一つはもうジタバタするのはやめようと、自分は子供の頃からアナウンサーになりたくて、はい、こんなに素敵な理想的な人生歩んできたので、少し早めに幕を閉じなさいって神様に言われてるんだろうなと。なので、まあ、このまま静かに幕を閉じていくのも一つのありようかななんてことも考えました、はい、ただ一つだけ思ったことは、はい、発信していこうと、毎日毎日その病室からインスタグラムとかブログとか、はい、そういうものを発信していこうとは、それはね決めていました。というのは、はい、死んだらこの発信した記録が価値が上がると思ったからです。で、我々マスコミにいるとやっぱり生きて帰ってきた人の話ってちょこっとしかやらないけど、はい、亡くなった方の情報ってたくさんやるんですよ。記録を取っておいた方がいいと、どうせ死ぬんだからと思って。
で毎日毎日出してたんですけれども、はい、まあ、驚いたのはフリーになって、はい、インスタグラム始めたんですけども、はい、何やっても300人からフォロワーが増えないのよ。で実際がんを公表して毎日病室からインスタグラムを上げるようになったら、その300人のフォロワーが30万人になったんですよ。これはね、私の人気じゃなくてがんなんですよ。みんながんに興味がある。年間100万人の人が毎年毎年がんになるってことで、はい、この毎日テレビに出てた男がどうなっていくんだろうかって確認したいんですよね。当然そこには応援してくださる方もいるし、はい、私も同じがんですとか、私も抗がん剤治療を受けてますとか、私もこれから受けますとか、はい、家族が今抗がん剤治療頑張ってますとか、そういったこうフォロワーの方の声がたくさん届くようになって、ちょっと考え方を変えたんですね。これは自分一人の命じゃなくなってきたなと。今30万人の人が自分を注視している中で、はい、あのフォロワー数が30万ってことは100万人ぐらいの人が一応チェックしているわけですよ、はい、その中でごめんなさい、私負けました、やっぱり死んでいきますっていうのはどれだけの人を失望させるか、うん、同じがん患者の人たち、抗がん剤治療を受けている人たち、その家族に、あ、がんってやっぱりダメなんだ、抗がん剤効かないんだって、そんなことを皆さんに伝えるために自分はインスタグラムで発信してるんじゃないと、絶対に帰んなきゃいけないっていうふうに思うようになりました。それからですよね、かなり自分の中でちょっとこう負けちゃいけないっていう気持ちになるようになったのは、はい、行ったり来たりしてた気持ちがちょっとこう確固たるものに変わっていったんですかね。ですからやっぱり人と人とのつながりっていうのかな、自分一人で戦ってるんじゃないって思うことは、はい、とても大事なんだなと。我々今の時代にがんになったり長期入院するってことはどういうことかっていうと、はい、誰も見舞いに来ないってことなんですよ。面会制限、コロナで、コロナ禍で、そう、そういう中で今このラジオを病室で聞いてる方もいらっしゃると思うんだけども、はい、頑張んなきゃいけないっていうのは本当に大変なことなのね。それはね、そうですね、このコロナ禍で入院した人しかわからないんじゃないかなっていう。本当にそうですね、その孤独といったものをどうすればいいのかっていうのが退院してからのテーマでもありました、はい、あ、退院してから、どんなふうに考えていかれたんですか。っていうのはやっぱりインターネット環境で外につなぐってことが、はい、とても大事で、入院中は Wi-Fi 使ってる、そう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 、はい、でそうするといろんな人とつながれて、で、はい、情報も得られて、うん、特に好きな音楽聴けるだとかね、あ、そうですね、そう、あるいは映画見られるとか、自由にいろいろなメディアとつなぐことができたり、人とつながることができるのが、ここがいい点なんですよ。本当そうですね。そうで、コロナによって何がもっといいかというと、例えば小児病棟の小児がんの人たちだとか若い人たちが、はい、学校の授業に自由に出られるようになったんですよ。そうか、だから小児病棟の人たちが学校に参加したいって言った時に、昔は断られていたのが、はい、今はいいですよってなってるわけ。本当ですね。だけども大問題は何かというと、はい、当時全国の病院で9割の病院で Wi-Fi が業務用に飛んでるんだけども、はい、入院患者さんに Wi-Fi を自由に使わせている病院って3割しか当時なかったんですよ、あ、3年前。でこれおかしいと思って退院して、病室 Wi-Fi 協議会っていう団体を作って、それで活動をしているんですよ。やっぱりここはやっぱりね、入院患者はね、取り残されてるんですよ今。そうなんですね。 SDGs の最初のスローガンって、誰一人取り残されない世界の実現ですから、その中で最も弱者である病気をして入院している人たちが取り残されているので、ここなんとかしなきゃいけないって言うんで今活動してるんですよね。いや、これはもうそこを見過ごしてしまったら、もう自分の乗り越えたい壁と戦えないですもんね。 その土俵にすら立てないですもんね。なので僕らは活動始めてから感謝の声みたいなのが、まあ、別に直接我々はそこの病院に頼んでるわけじゃないんだけども、はい、世の中の機運を高めようとしてるんだけども、
っぱりそうやって病院の方も気づいてきていて、遅いスピードではあるけれども患者さんのためにはね、これ Wi-Fi つけなきゃダメだっていう病院が増えてきてるのは事実なんですよ。素晴らしいです本当に。いや、ありがとうございます。ちょっとまだまだ後半の方でお話をお聞きしたいんですけど、はい、ここで笠井さんのですね、何かパワーソングというか人生の中で大好きな勇気づけられた曲とかありましたらぜひ教えてください。これは入院中に本当によく聞いていたんですけれども、はい、シンガーソングライターの宮崎直子さんの、はい、頑張らない日パート2という曲を、ぜひ聞いていただきたいです。いや、ちょっとこの楽曲を聞くと笠井さんがどんな風に病室で聞いていて、いろんな気持ちを抱えて過ごしていらっしゃったんだと思うと、もう計り知れないって思うんですけど、頑張ってこられた原動力っていうのは今どんな風に感じていらっしゃいますかね。闘病中は、はい、なんでこんな辛い目に遭うんだろうっていう、まあ、大量の抗がん剤治療だったものですから、はい、副作用も結構あって、まあ、それでも昔に比べたら副作用止めが発達しているので乗り越えやすくなってるんですけれども、まあ、とにかくこれ耐えないと次がないなっていう、ただそんな時に、まあ、頑張れ頑張れっていう状況の中で、はい、この頑張らない日を作ろうっていう、もう十分頑張ってるから頑張らなくていいんだよっていう、この歌はまあ、刺さりましたよね。今でも聞くと思い出しちゃうけど、当時のことをね、はい、うん、だけどまあ諦めちゃいけないってことはずっと考えてました。とにかく5年前10年前のがんサバイバーの先輩たちに話を聞くと、はい、やっぱり地獄のようなその闘病生活を送っていて、はい、今も闘病生活って厳しいんだけども、はい、その時に比べたらずっと乗り越えやすくなってるんですよ。それは副作用止めだとか、はい、吐き気止めとか、うん、そういったものがすごく発達してて、はい、そしてロボット手術だとか手術に関してもやっぱりステージ 1,2 だったりすると、はい、本当にみんな1週間から10日でどんどん退院していくんですよ。だから私みたいなステージ4まで行ってしまって4ヶ月半も入院してる人って、はい、実は多数派じゃないんですよ。そうなんですね。なので今がんとなってそこでもう諦めたりしちゃいけないし、はい、でもなかなかねうまく治療が進まない方がいらっしゃるのも現実で、はい、今これラジオ聞いてる方でもじくじたる思いの方もいらっしゃると思うんだけれどもね、はい、でもそんな中でもやっぱりなんとか希望を見出して今の自分を持っていただきたいなというのは、まあ、自分がそうだったんでね、はい、うん、思うわけですよ。非常に気弱な曲を聴きながらねいや励まされていたわけよ。はい、いや、ありがとうございます。最後に、はい、今病気とか不景気とか仕事とか人間関係とかいろんなことで悩んでる方がリスナーの方でいるかもしれないんですけど、ぜひ笠井さんの言葉で何かいただけると嬉しいんですけれども、自分が闘病を乗り越える精神的支柱の言葉ってのがあって、はい、それは引き算の円と足し算の円っていう、人間には引き算の円と足し算の円があって、これは自分が東日本大震災の、はい、取材でね、はい、まあ、2日目から1ヶ月ぐらい現地を取材して毎日特大で中継入れてたんだけども、はい、最初の3日ぐらいはというか会う人会う人みんなあの人も亡くなった、この人も死んでしまった、行方不明といって失われた縁を引き算のようにして泣きながら被災者の方は語ってたんだよね、はい、だけれども3週間経って1ヶ月ぐらい経つと、はい、避難所で友達ができた、あるいはボランティアと知り合えた、病院で看護師さんと仲良くなれたとか、はい、そして津波が来たから笠井さんと出会えましたねっていう人まで出てくるようになったんですよ。で、人間っていうのはその最低最悪の時に、はい、もうダメだって諦める人と、いやそうじゃなくてこの最悪の時に出会った人こと物っていうものを大事に自分の縁として取り込んでいって、それを力づけに前に進む力があるってことを、私は12年前の被災地で東北の皆さんに
教わったんですよね。で自分もフリーになって2ヶ月目ですから、これからって時にがんになってしまって、あれもダメこれもダメって引き算でしか考えてなかった。そして死んでいくんだろうなとしか考えてなかったんだけども、これじゃあ被災地の皆さんに笑われるなと思ってたら、南三陸の皆さんがお見舞いに来てくれたんですよ。ああそうなんですか。遠くからね。でそこには色紙がなんか持ってきてくださって、南三陸の皆さんから河川さん今度は私たちが応援する番ですって書いてあって、いや自分が励ましていた人たちに励まされると思わなくて、こんな縁をいただけるのかと思いましたよ。だから自分は引き算のマイナス思考だったけれども、ここはプラス思考に変えなきゃと、こんな風に応援してくれる人が、がんになってまた応援してくれる人がいるんだから、はい、つまり人生って引き算と足し算があって、はい、引き算だけで進んでいる人っていなくて、どっかで足し算に変えることができるんですよ。最悪の状況の時にもうダメだじゃなくて、はい、がんになったからもう終わりじゃなくて、がんになったからこうなれたって人生を歩もうって思うことができたら、そんな風にして気持ちを切り替えってことが大事で、自暴自棄なところからつながりを求めて前に進んでいく自分というものに切り替えていくことが人間はできるので、自分もそうやってきたし、周りのがん患者がん経験者の人たち見ててもやっぱりそういう人はとても多いので、諦めずにスイッチを切り替えていくことができる自分を探してください、そう言いたいです。いやもうまず目の前の自分自身に一番本当に胸が熱くなるぐらい本当に響きました。本当にありがとうございます、今回はゲストにフリーアナウンサーの笠井信介さんにお越しいただきました。笠井さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもお体を大事に。明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回はフリーアナウンサーの笠井信介さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。人生足し算と引き算という強いお言葉いただきましたね。本当に心に残りました、ここでですね、皆さんから届いたメールをご紹介します。ラジオネームまるこちゃん、堺市の方です。57歳、女性の方ですね。今日初めて番組を聞きました。たまたま夜中にトイレに目覚めて、その後寝つけずラジオを聞くと山本リンダさんのお話が聞こえました。私も人生いろいろなことがあり、友人やたくさんの人に支えてもらったので感謝とともにその頃のことを思い出し涙が溢れてきました。まだ息子たちが小学生の頃、自分が子育てに必死で検診とかを受けていなかったので、乳がんがかなりの大きさですぐに手術をしたことがあります。だから今日のリンダさんのお話が心に染みました。いろいろと元気をもらいました。ありがとうございます。いやリンダさんは本当にお優しい方だなっていうのをすごく感じましたね。人のことをなんというか気遣いがすごいし、人の気持ちを想像する力っていうんですかね、それがものすごく長けてる方なんだなと思いました。だからきっとまるこちゃんさんにもそのメッセージが伝わったんじゃないかなって思いますね。メールありがとうございます。そして今回リスナーの皆さんにプレゼントがあります。ゲストにお越しいただいた笠井信介さんの著書、今年の9月に発売されました。がんがつなぐ足し算の縁、脱昭和患者のすすめ、この本をプレゼントいたします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、また真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。いずれの場合もこれから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、ファックスは 078-361-0005、
0005-078-361-0005、ラジオ関西明日への扉命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp。 また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもお願いします。また YouTube ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それでは皆さん、来週のこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉命のラジオプラス、この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。